ペルルはフランス海軍のリュビ急原子力潜水艦6番艦であるが戦型や戦闘システムの改良を目的としたアメテイスト改正による分類の場合は2番艦となる。艦名は真珠を意味するフランス語。ペルルは DCN シェルブール交渉で建造された。1987年3月27日に寄港。1990年9月20日に浸水。 1993年7月7日に収益し、トゥーロン海軍基地に配備される。2020年6月、トゥーロン基地に入港数ヶ月を予定した規模の整備中に火災事故を起こす。核燃料や武器は搭載されていなかったとしている。放射能漏れもなかった。事故後には配管が検討されたが、2019年7月に退役した。 サフィールの全半分を流用して置き換える修理が行われることとなった。修理により全長が1.4メートル長くなる見込み。トゥーロン、ルフアボードジュスー、マリン・ュークリジャー・ペルル、AA、t ント、フィガロ・インターネット版、回収中の不都攻撃型原船で、火災、重大事故と関係者、AFP2020 年6月16日閲覧。 フランス火事で入居中の原子力潜水艦ニコイチ修理を公開。乗り物ニュース。2021年4月15日閲覧。ありがとうございます。